大崎ホットポケットをご覧の皆さん、どうも私がワキ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 カヨです。ということでですね、いいお天気に包まれております。こちらですね、栗原のしわ姫にございます。イオンスーパーセンター栗原しわ姫店ということでですね、現在実はベトナムフェスティバル2016開催中ということで、ベトナムのですね、美味しいものとかですね、サンサンサンって書いてね、バーバーバーというですね、地元のビールを飲んだり、まあ素敵なイベントを開催してるんですが、それと同時にですね、今盛り上がってますよね。ステージの方ではいろんなアーティストの皆さんが来ていただきまして、パフォーマンスを繰り広げていただいていると、私も喋ってますよ。そんなわけでございましてですね、ここからですね、もう今後ブレイク必須の注目アーティストの皆さんからですね、まあいろんな方をですねお迎えいたしまして、いろんな話を聞いちゃおうということで、まずはですねこの皆さんでございますね。なんと沖縄からやってきましたシベリアンスカンクの皆さんでございます。はい、拍手よろしくお願いします。いやー、もう芸人みたいに入ってきちゃって、で出た、びっくりした、超新宿かと思いました。はい、という沖縄からやってきたということで、はい、沖縄から来ましたシベリアンスカンクです。よろしくお願いします。よろしく。まあ多分ね、もしかするとね、初めてっていう方が多いと思うので、このマイクを使ってまた自己紹介をお願いします。いただきます。シベリアンスカンクボーカルのチカラです。よろしくお願いします。あら、あ、すいません、はい、今度バンバン入ってきますから。ギターとリーダーのジュンタです。お願いします。ジュンタ。はい、ベースボーカルのマーサーです。マーサー。はい、サイドラムのユイチです。ユイチです。さあ、ということでね、さあ皆さんはね、沖縄出身ということでね、はい、ただ僕たち実はちょっとだけすごいぞアピールしていいですか。全然いいですよ、そういうコーナーですから。沖縄県豊見城市というところがございまして、はい、ちょっと聞いておりますよ。そこの観光大使を出た、はい、やっております。具体的にどんなことしてるんですか、観光大使っていうのは。こういうことしてます。こういうことしてる。豊見城の観光大使しますっていうことを言うことがもう、はい、僕たち使命です。豊見城空港降りたらすぐですんで。わかりました、はい、今日何ですか、このメンバーに C さんがいますけど。 C さんです。C さん、大ですか。ギターと C さん担当の。なんだ、ギターと C さん。リーダーなの。リーダーです。 C さんじゃなくてリーダーなの。リーダーなんです。あ、そうですか。ギターと C さんリーダーです。ギターと C さんリーダー、わけわかんないじゃないか。そういうこともやるのは観光大使の仕事ですもんね。そういうことでございます。どうですか、リーダーとしてはこのバンドはどんなバンドですか。まあ個性がそれぞれ強いんで。でしょうね。まとめるのが大変なんですけども、ただライブを見ていただけると一発で気に入ってもらえると思いますので。なるほど、この個性のぶつかり合いがちょうどいい感じで。そうですね、化学反応を起こしてるってわけですね。爆発しております。すごいです。ちょっと見てください、このおぐしねえ、これハクビシンではないですよね。ハクビシンじゃない。沖縄いないから。いないですか。奥栗原は出るんですよ、よく。どうですか、ハクビシン何担当ですか。ハクビシン担当です。ハクビシン担当。シーサーハクビシン担当。まあまあ、でもよく言われるのはスカンクですかとは言われますね。なるほど、名前からでね。そうそうそう。じゃあもうマスコットキャラになろうと思って一人。なんかちょっとマネージャーみたいな服装になってますけども。マネージャー。そうですね、ドラムとマネージャー担当です。栗原に沖縄の風を持ってきました。よろしくお願いします。なるほど、わかりました。ちょっとよくわかる、緩かったですね。緩いやつ持ってきた。でもこれ100分には一見にしかずということで、多分テレビの方でもね、はい、皆さんの演奏が流れると思いますんで、はい、それを見ていただきまして、皆さんがいろいろ考えていただいて、いやシベリアンスカンクいいなと、まあぜひね、やっぱりこう喋るよりもやはり演奏だと思いますんでね。はい、そんなわけでございまして、しかしね、やっぱ沖縄って本当にいいところでね、皆さんのんびりと暮らしてるので、はい、そののんびりとした風土の中で、この彼らがどんな音楽を作ってきたかっていうのはね、非常に僕としては興味がありますけど。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、まあ最後なんですか、もう時間的にね、ご覧の皆さんにメッセージをお願いいたします。沖縄から来ましたシベリアンスカンクです。ベトナムフェス、この暑い真夏日にぴったりの音楽鳴り響かせますんで、皆さん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。シベリアンスカンクでした。さて、続いてでございますが、井上圭一さんでございます。はい、どうぞよろしくお願いします。絶対いい人、初めて見た人もいい人だよね。大阪からやってまいりました、シンガーソングライターやってます井上圭一です。どうぞよろしくお願いします、ね。あれ、井上くん、今何時？君が大事。君が大事、こっち。若干これはカウンター見てますよね。あれ今何分だろう。いや、君に興奮。あれ今何秒？いや、君に会いたい秒。はい、爆笑。はい、どうもありがとうございます。よろしく。いや、安い。
芸人さんじゃないの？芸人、安い芸人みたいになってるんですね。ちょっと、もうちょっと、ちょっと井上健一の魅力を自分からガッツリ言ってくださいよ。僕ね、人が今歩いてきましたけど僕ね、ほんまね、もうみんなに笑顔になってほしくて全部フルパワーで歌わさせてもらってます。やっぱり笑顔になるってやっぱ元気出るし、ね、しんどいこと起きた時とか壁現れた時って、はい、くよくよしててもやっぱ壁乗り越えていけなくないですか？ほんま思ってまして、笑顔で頑張る人こそがやっぱり乗り越えていくな思って、みんな笑顔になってほしい、うん、ちょっとでもいっぱい笑顔になってもらえるように一生懸命歌ってます。僕もね、実は今回初めて井上ワールドに引き込まれたんですけど、はい、すごいフェス向きで盛り上がるし、嫌なことある人はみんな揃った方がいいね。あ、めっちゃ嬉しい。もう見た後にこうやってちょっと踊ったらね、なんか全部忘れてる感じがするでしょ。そうなんです、ほんまそうしたいんですよ ね。でなんか私見ることこれちょっとちらちら見てますけど、このようなね素敵なね CD と DVD 発売中ということでね、これ見てくださいよ。もうこのパッケージ DVD の見るだけでももう楽しいでしょ。これ玄関に置いとくだけでもいつも笑顔ですよこれ。そうなんですよ、ね、もう CD がもうパッケージからうるさいでしょこれ。うるさい、ね、DVD パッケージからうるさいんですよ。うるさいねでもほんまに、うん、うるささがやみつきになる井上健一ワールドはね、僕からもおすすめでございますので。 ありがとうございます。逃しちゃうとねそのままになっちゃうよですからぜひこちらの方もね、はい、買っていただきまして、うん、はい、ぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。井上ワールドにどっぷりとのめり込んでいただければということでね、うん、ぜひぜひ。なんとね、そろそろお別れの時間なんですって。早っ。そうなんですか。早いですよ。YouTube とかでも見れるようになってますんで、うん、ぜひぜひ井上健一で検索してもらえたら、はい、井上健一ですよ。はい、井上健一ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください、はい、ありがとうございました。はい、僕は応援します。ありがとうございます。さあ現在盛り上がっておりますベトナムフェスティバル2016でございますがね、素敵な皆さん登場でございます。マジョピチュのお三方です。もうザメンコイです。宮城弁でいうところの可愛いですけどもね、ちょっと角なんか生えてますけどもね、はい、まあ、僕よりもちょっと若干年上の方はですね、キャンディーズが来たのかと思っちゃうぐらいのね、優しい悪魔っていうねありましたけど、それではないんですよね。はい、それではないですね。でも優しい悪魔みたいな感じですよね。はい、じゃあちょっと自己紹介お願いします。はい、マジョピチュです。はい、おはようございます。私たちマジョピチュです。なるほど、なるほどね。はい、よろしくお願いします。若干なんかあれですか、はい、いやいややってませんか。やってないですか。もう一回やっていいですか。いいですよ。今ちょっと照れがあった気がするんですよ。可愛くもう全力でお願いしますよ。じゃあ行きますね、はい、よーい、おはようございます。私たちマジョピチュです。そう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 、いいですいいですいいです、全力がいいです。さっきちょっと躊躇あったね、やっぱね、カメラに向かってね、いやドキドキしちゃった。動機息切れ大丈夫ですか。大丈夫です。そうですね、はい。まあマジョピチュの皆さんでございますが、はい、実は皆さんにプロデューサーがいるということで、はい、プロデューサーはどなたなんですか。はい、山上兄弟さんがプロデュースしてくださってるんですよ。あれ、なんかマジョピチュデシスみたいなのは山上兄弟さんありましたよね。せーの、デジナーニョ。なるほど、あれ因が一緒だなこれ。大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっとマジョピチュです、やってもらっていいですか。せー、私たちマジョピチュです。はい、テジナーニャ。せーの、テジナーニャ。同じですよね。同じですよね。どうもすいません、お付き合いいただきまして。ありがとうございます。まあそんなわけでございまして、ね、テジナができるアイドルということで、はい、なんかちょっと皆さんね、なんかマイク持つのかテジナ持つのか大変なので、ちょっと一回こうやっていただいてね。はい。ありがとうございます。お、ふ、編集なし。びっくりした。もう子供なんかガーッとか言うもんねえ。いや素敵ですね。これも直で、はい、師匠からの、はい、ねえ、そうですか、はい。まあでもやっぱ歌いながらねマジックっていうのもなかなか今後のやっぱちょっと未来を感じますけどもね。ありがとうございます。まあ、どういうこうアイドルになりたいかとかありますか。まあでもやっぱりそのマジックも歌もダンスも両方とも妥協せずに。そうか、ダンスもか。そうなんですよ。山上兄弟さんが教えてくださるマジックとか本当に本格的なのが多いので、そういうのとかもやっぱ自分たちもちゃんとマスターしてお客さんに驚いてもらったりとか、その中で歌とかダンスも見てもらってそのギャップとかを感じてもらえたら嬉しいなと思ってます。なるほどね、はい。お二人どうなんですか。うなずいたばかりですが。はい、
まだこういう小さいマジックしかできないんですが、いつかはイリュージョンとかもイリュージョン、はい、の前でできたらいいなと思ってます。そうですか、はい、ちょっとねミスターマリックバリのサングラスが来てます来てます、やっちゃいますハンドパワー来てますじゃあもう一方、はい、でこの流れで最年少か一番ね、末っ子だ末っ子、最年長で変わります、最年長ちょっとざわざわしてますけど若干芸人臭も感じられますがすごいですね。じゃあねアイドルで、アイドルね、歌に、あれです、踊りにマジックに、あとベシャリで、はい、ベシャリで、はい、こちらも頑張ってやばいな、これ強力なアイドルがまたいいですよね本当にね、はい、魔女ピチュでございますので、ぜひ皆さん覚えてください、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。めんこいねいや隣はですね、すみません個人的にいろいろとよくさせてもらってます。いやもうこの間も一緒にご飯食べたり、食べましたね、はいはいはい、民家に行って歌ってもらったりとかいろいろありましたけども、家で歌ったりね、いろいろもうワッキーさんと仲良くしていただいて、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます。改めまして清高です、どうも皆さんよろしくお願いします。いやまあ、はい、僕はまだね、キヨのことあんま知らない時には、はい、The Only One というですね、はい、もう素敵なドラマの主題歌になりまして、ありがとうございます、40万枚50万枚ぐらいヒットでね、はい、いやもう素敵な歌をですね、まあ、この間ありましたあのジャズフェスティバルでもね、はいはいはい、アカペラで歌っていただいて、アカペラで急遽あのキーボードの音が出なくなっちゃって、そうアカペラでもねアカペラでのあの歌歌ってもね、みんな引きつけんだ、さすがプロですよ。とんでもないです、ありがとうございます、実はあの今日はねベトナムフェスティバルということで、はい、2日連続で出てもらいますけど、はいはい、間帰ってんだよ仙台ね。そうなんです、なんでよ、あの実は楽天のホーム最終試合でですね、あの国歌斉唱を今日ここに来る直前に歌ってきました。すごいよねこのバイタリティね。まあ俺も俺でいろいろ忙しいねと言われるけど、いやいや清だよ。もういやいやいやもういや、あーワッキーさんじゃない、あんだ全世界だからいやいや、うん、俺宮城県内だから、ね、そんなわけで、はい、でも清高君といえばあのリオオリンピックもね、はい、非常にあの近しいというか、そうですね、実はあのパラリンピックの主題歌をね、はい、ある、はい、ある系列曲のね、そうですね、どうですか。いや本当にたくさん流していただいて、無限大という曲なんですけれども、はい、もう本当にパラの選手たちを応援できるようなそんな曲と思って作ったので嬉しく思います、すごく。でもこうやってねワールドワイドに活動している清高くんなんですが、まあ、宮城県人っていうのがまたねホッとしますよね。本当ですよ。ちなみにどちら出身でしたっけ。ガモです。ガモですよ、ガモみんなで頑張ろうガモ、ガモフェスとかやりたいですね。そうね、ガモフェス、ガモフェスちょっとやりましょう、今度、ネーミングすげえハマってるんですけど、ね、ガモフェスぜひあのベトナムフェスとかと一緒にガモフェスも合わせて、ね、ぜひやりましょう。その時はワッキーさんまた司会でよろしくお願いします。いいっすか、また忙しくなりそうだもんこれ以上忙しかったらもうどうするんですか。もうこっちの方がもうやめてください、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 あれじゃないですか、こっちの方ですよ、ということで、はい、今下世話な話になっちゃいますね。いやいやいや、こう飲んでる話じゃないんだから。そうですね、ちょっとじゃあ清高くん、はい、ぜひあのご覧いただいて皆さんに今後ね、はい、清高をどのように応援してほしいかなどなど、はい、お願いします。はい、そうですね、今度あのニューアルバムの方も発売しますので、7年ぶりの日本語のニューアルバム、ぜひそちらの方もチェックしていただいて、これからもねまた宮城に帰ってきてたくさん皆さんの前で歌いたいと思ってますので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ということで今日どうもありがとうございました。イエーイ、イエーイ、何これこの後はですね、まさかのあの人が登場ということで、どんな方が登場するかね、考えてみてくださいよ、絶対当たんないから。そう、渡嘉敷和夫さんです。どうも渡嘉敷です。いやいや、あち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 、もうパもうバラエティ慣れすぎっすよ。いや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 、トカちゃんですよ。どうもトカシキャンだって。トカちゃんです。どっちカメラ。自分で噛んじゃったよ。トカちゃんです。トカちゃんだって。カメラがわかんない。カメラどっちです。カメラここでいいよ。こっちの。こっちですってトカちゃん。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。なんで僕を呼んだんでしょうか。わざわざ旅費をかけて。いや今日はね、一応まあ。まあ、ボクサーで世界を制した人ですよ。ね、そんな乗り方だからね、はい、どっかの芸人さんじゃないかと思われるんですとかちゃんがね。いやいやいや、ね、でも今日は2人でね、今日はボクシングなんかも世界の話でしょ、うん、世界的なボランティアをやりましたから。そうね、あの、はい、チャリティーオークションで、チャリティーオークション、なんとトカちゃんが仕切ったわけですよ。僕がバンバン売りましたね。800億円
800円が欲しいですよ。まあまあまあ、でもあのぜひ盛り上がってね、すごくね。良かったですね。いやいや、宮城はどうなんですか。宮城は、ね、もう最高ですよ。なんせ僕が世界チャンピオンになった国ですから、国、県ですから。すごいぞ。すいません。だってボクシングの世界チャンピオンは宮城県で誰もいなかったんですよ。私が初めてだったんですから。あ、この宮城県の会場でチャンピオンになったのが渡嘉敷。宮城県スポーツセンター。スポーツセンター、そうなんですよ。そうなんです。変なこと言ってないです。いやただ段取りがおかしいだけです。いや段取りもおかしくない。チャンピオンになったっていう話ですね。え、それからバラエティ番組を経て風雲滝市長、平成教育委員会。はい、ありがとうございます。いや、いい回答、ボケっぷりで。だって宮城県には日本三景がありますからね。日本三景ありますね。素晴らしいですよ。松島、ね、あと秋の宮島、あと何でしたっけ、小倉家、谷家、丸村家。違うわ、それさっきちょぼちょぼ受けたやつですよ。そうですね、大爆笑ですよ。若い人には分かりませんけど、分かりませんけどね。若い人には、若い人には、安田家、クリスタル家、錦織家。出た出た、これは日本三家ですから、ね、あ、小学校で、あの学校で出たらそれ書いてください。殴られますから、ね、そうこれおかしい人でしょ、本当に。芸人さんでしょ、芸人さん。いや、僕違いますよ、こんなもんないです。もういや、宮城県もやっと生みましたね、こういう変わった人。いやいやいや、加納英子さんとかサンドイッチもいますから。あ、そうです。まだまだ大丈夫ですよ。そうです、はい、でも、あの渡嘉敷ラインを目指していきたいなと思ったんですが。こんなバカになりたいの。なりたいです。だから、ただその渡嘉敷ライン、実は今日は渡嘉ちゃんだけじゃなくて、なんか身内の方を連れてきてるとか、来てないとか。私の血の入った可愛い娘が来ております。娘さんいらっしゃるのね、紹介してくださいよ。あ、家には1人ですけど、他にも2人3人。やめろよ、今から出んだからやめろよ。おいおいてよ、はい、娘さんの、はい、娘が突っ込んでる、はい、どうぞ娘です、はい、娘のカエです。カエさん、渡嘉敷カエさん、もう2人とも話長いから、さっきから。そうなのよ。もうさっきからずっと長いですもん。もうなんかお酒飲んでる感じなんですけど。そうそうそう。実際に本当にお父さんの娘。そうですね、そうなりますね。血つながってます。全然似てないって声が今聞こえますよ。香りが一緒ですよ、香りが。香りが香りもちょっと違うと思いた。お互いに親父臭じゃないですか。いいんですよ。で、何はボクサーではないですよね。ボクサーではなく、私はあの歌手をやらせていただいてます。ピピッ出た。いいです。やっぱ親の血引いてますから。親は歌手ですから。歌手でしょ、歌手。私は歌手でやらせていただいて。今音拾えてませんですよね。歌手って言ってました。歌手で、はい。いや、でも先ほど歌声聞かせてもらいましたけど、ありがとうございます。お父さんすごい美声で、本当にプロの方を目の前して申し訳ないんですが、いい曲を歌う。ありがとうございます。いや、この血はやっぱり家内の血ですよね。顔と声はうちの奥さん。何が言ってんですか、何が言ってんですか。いやいや、私の血はね、おでこしか入ってません。これおでこちょっと出てるとか似てる。もう娘さん嫌がってるでしょ。じゃあ娘さん、ぜひちょっと CD の告知も含めてお願いします、ね。はい、ありがとうございます。これ実はですね、ちょうど1年前の9月26日に出したファーストシングル、こちらもう一度です。綺麗。セカンドシングルがマイディアという曲になってまして、はい、まあ、今日もね、あの3曲歌わせてもらいましたけれども、いつもね、切なソングという切ない歌を歌ってるんですけれども、こっちはポップで楽しい曲も入ってますので、お願いします。はい、そんなわけでございまして、聞いてね、歌ってね。まあ、こういう雰囲気だと10時間はできると思います。それがお別れの時間ということで、一言ずつお願いしますよ、トカちゃんから。また来年も来ます。おお、いいね。そして、はい、私もまた来年も来ます。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、結局は似た者親子ということで。はい、以上、渡嘉敷ファミリーでした。ふざけんな、ふざけんな。嫌だな。
愛あって